今回本当に申し訳ありません。声変えて遊んでたそのチェックを外すのを忘れてまして、はい、ヘリウムガスを吸ったような声になってしまいました。先に謝っときます。週刊スチーム通信。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも実況チャンネルご覧いただきありがとうございます。では毎週金曜日行っているスチームセール最新情報を、取り上げる、週刊スチーム通信の方、今週もやっていきたいと思います。はい、最近は本当にたくさんコメントをいただくことができて楽しみにしていますとか、いつも、ありがとうございますと、中にはね最近結構アップロードしてる動画が多いので、たまには休んでもいいんですよとか気遣いの言葉をかけてくださる方もいるんですけど、基本的に自分は取りだめをしていて、ゲームするときは集中的にして、そして編集するときはもう編集してと、分けて作業してるんですね。なんで結構固まって動画が出来上がって、それを順次アップロードしていくんで、割とこう1日で2つ3つ動画を上げる時があるんですね。なんでそんなにこう毎日毎日もプレイして編集して忙しい毎日送ってるってわけではないんですよね。結構ガッとこう集中して、作業するので、そんなにこうしんどくないですし、あとはあれですね、楽しくやれてるのでゲームも楽しいですし、そういう動画の編集作業も全然苦じゃないんで、やっぱり自分がこう演出をしようとその思い描いたものがある程度100% じゃないですけど再現することができたらすごく喜びじゃないですか。今はねフェイスリグとかいろんなものを使って演出面でも割と凝ったものにできてるかなという、感じがするんで、それは続けていきたいなと。おすすめゲームを多角的に紹介できればなと思ってるんで、はい、気遣いとかねぎらいとか、時には叱咤激励とか提案とか、本当いろんなコメントいただくんで、この場をお借りして感謝したいと思います。ありがとうございます。では、セール情報からいきたいと思います。はい、スペシャルとして、パブリッシャーウィークエンド、来てますね、いくつか。まず、11ビットスタジオ、これはもともとウィッチャーを開発している CD プロジェクトっていうパブリッシャーがあるんですけど、そこから独立して、スタジオを立ち上げた割と小規模な会社なんですね。でウィッチャーが、あれ小説に基づいてますけど、フィクションの、世界観を扱うのに対し、この独立した11ビットスタジオは割とこう現実世界というか、ノンフィクションじゃないですけど、自分がプレイするんでね、ノンフィクションじゃないですけど現実世界の疑似体験ができるような、ゲームを、出してるんですね。はい、最近有名どころですとフロストパンクですね。これはサイバーパンクの世界で街づくりをするという変わった街づくり、シミュレーションで、サバイバル要素もあるんですよね。はい、なんでこう敵と遭遇して倒していくという戦闘要素、ストラテジー要素もありますし、こうやって、街を作ることもできると。はい、でこれが非常に好評であるということで、でみんなそういうこう CD、 もともと CD プロジェクトの開発組であるとか、またこのディスオーブマインという会社をゲームを作ってる会社ということもあって、割とそういう流れでゲームを見ている人が多いんですね。でこの This of Mine っていうのは、さっき、現実世界の疑似体験ができるゲームって言いましたけど、これは戦時中の兵士でこうバババッと銃を撃つんではなくて、一般市民をプレイアブルキャラにして描いた、戦争体験ができるサバイバルゲームなんですね。これがすごく受けて、11ビットスタジオズっていうのが有名になった、一つのきっかけになった作品なんですけど。ですね。例えば、サバイバルゲームで言えば今スカムが一つ、モデルとして挙げるとすれば、このディスオーブマインも
いろんな、収集したものを組み合わせて、いろんなこう、武器というか、松明を作ったり、自分がサバイバルやっていくのに必要なものを、作っていくことができるんですね。材料を集めて。まあ、そういう意味ではスカムのようなサバゲーですし、あとですね、結構、プレイアブルキャラに対するプロフィールとかもしっかり作られていて、その自分が操作するキャラが、どういう人物であるかっていうことが事細く設定されているので、事細かく設定されているので、なんていうか、没入感を得るのに、それが助けになる情報であったりするんですね。で、あと、結構、その一つの出来事に対するアプローチも割と考えられていて、例えば、父親が、死んだと。で、その住民、父親を亡くした住民が医薬品を探していると。で、その医薬品を探しているということで、自分がその医薬品を持っている場合、まあ、物々交換というか交渉することもできますし、まあ、現実でもありますよね。自分の医薬品を分ける。あるいは、相手の住人から何かをもらう、交換するみたいなことも、そのゲーム内で再現されていますし、まあ、その同じ人に対して、その、薬があったら、またその住民が持ってる何かが自分が欲しいと思った場合、盗むこともできますし、その住民を殺害して得ることもできますし、割とそういう感じで、まあ、現実世界の疑似体験ができるんですが、まあ、フィクションというか、ちょっと大胆なことも、ゲームですから、まあ、できるようになっていると。まあ、そういう、ゲームになっているので、このような、まあ、兵士とか、まあ、ミリタリー系の FPS そうですけど、兵士とかそういうものをこう、モチーフにして戦争体験をする。まあ、アルマとかそうだと思うんですけど、まあ、バカ撃ってね、FPS やっていくっていうのはあると思うんですけど、こうやって、一般住民がベースとなって、ゲームを展開していくっていうのはなかったんですよね。なんで、この、ゲーム性が受けて、このイレブンビットスタジオズといえばリスオブマインと言われるぐらい有名な作品になりましたね。2014年11月と古いゲームなんですけどね、割と。はい。その流れからフロストパンクも、プレイしたっていう人は多分多いと思います。はい。そんな感じですかね、イレブンビットスタジオズは。あとは、まあ、ムーンライターであるとか、このあたりはね、アノマリーとかは、無料になってるかバンドルで安かったんかで自分持っててプレイしてないんですけどね。はい。最大 85% オフセールなので覗いてみる価値はあると思います。まあ、フロスパークとかね、出たばっかりで 27%、あるいは、さっき紹介したディスオブマイもね、70% 600円で購入することができるんで、はい。検討してみてください。そして、そうですね、ちょっと消していきましょうか。アイスバーグ。インタラクティブですね。はい。最大 85% オフということで。まあ、アイスバーグってあんまりこう、自分も聞いたことなくて知らなかったんですが、でも、ちょくちょく自分が最新情報をまとめているときに出てきたんですよね。で、まだ出てないんですけど、自分が、チェックしてるのはこれですね。ザ・ソジョーンっていうのかな。これを、いつかの週刊スチーム通信の最新情報で取り上げたときにめちゃくちゃ凝った世界観、確かこの作品のメイキングの動画もあったと思うんですけど、はい、めちゃくちゃなんかこう独特の世界観なんですよね。まあファンタジー世界なんですが絵が独特、まあアストロニアじゃないな、まあ唯一無二の世界観というか、はい、アドベンチャーパズルっていうのがついてるんですけど、はい、もともとこの、パブリッシャーアイスバーグインタラクティブはこういうウォーキングシミュレーター的な、まあ、パズル要素はありつつもこう、まあ、徘徊メインというか探索メインのアドベンチャーゲームを数多く出していて、はい、定評のある、会社なのでこのザ・ソジョーン期待してるんですけどね。まだ2019年に発売されているっていうこと、発売するってことが決まってるだけで、はい。ゲームは謎なんですけど、なかなかいいですよね、世界観。ザ・ウィットネス。あるいは、オーバーウォッチじゃないわ。
ファイアウォッチ、あるいはそうですね、個性的なという意味ではノーマンズスカイとかね、はい、そういうこうファンタジー世界のなんかこう綺麗な 3D 体験ができるんじゃないかなと思っています。でさっきも言いましたけど、はい、ウォーキングシミュレーターシミュレーター的なゲームも結構出していて、例えば、エンパシー、これは一応パズル要素のあるアドベンチャーゲームなんですが、まあ、物語がしっかりしていて、まあ、両 BGM いい雰囲気の、まあ、ウォーキングシミュレーターに近い 3D ゲームなんですが、これが495円で発売されてますし、あと、インメイトかな、はい、これも2017年10月5日と比較的最近に出た、ゲームなんですが、これもね、まあどうなんでしょうね、ホームシックに似てるんですかね、まあ、ホームシックとはちょっと趣が違いますが、まあ、廃墟を、徘徊しているような、徘徊するようなウォーキングシミュレーターなんですが、これも目的があるというよりは、そこの廃墟で紡がれている物語を自分なりに、まあ、体得していくというか体験していく、アドベンチャーゲームですね、はい、こういうアドベンチャーゲームに定評のある、はい、スタジオなので、はい、アイスバーグ、インタラクティブのパブリッシャーウィークエンドも、覗いてみる価値、購入してみる価値はあるんじゃないかなと思っています。はい、あとですね、インターナショナルデイオブザガールチャイルドという、これ多分なんかイベントが海外でやってると思うんですけどね、結構海外でやってるイベントが開かれてる最中に、そこで展示されてるゲームとか、そこでピックアップされてるゲームが Steam 上で安くなるっていうケースはありますよね。あまりこう日本では知られていないゲームイベントなんかがこう紹介されたりとかありますけど、はい、ね、ジャイアントゲームス、ジャイアントスタジオだったか、ジャイアントゲームスかの、はい、トランジスタが今 75% ほどで安くなってますね。でジャイアントゲームスといえば、はい、独特の世界観、個性的な絵を、背景にした個性的なゲームっていうのがありますよね。例えばパイヤーなんかはスポーツ系の独特のスポーツゲームみたいな感じですし、まあ、バスティオンはね、あのクォータービューの、アクション RPG ですけど、はい、これは、まあ、SF アクション RPG として、まあ、自分も持ってるんですけど積みゲーになってますね。はい、であと、はい、ゴーンホーム、タコマという、これも自分はもう生放送で2つとも、動画に撮ってクリアしてますが、はい、安くなってますね。 50% で来てます。で、フィンチ家の奇妙な屋敷で起きたことですね、はい、これも今 40% の1100円で来ていると。あ、ハーストーリーもあるのか。あ、50% と。これはね、実写のこの女の人の証言をもとに、そのバラバラに、証言している、その証言を時系列的に組み合わせて一つの、そこで起きた出来事を解決していくという、変わったアドベンチャーゲームですけど、はい、こういうものが安くなっていると。なんで、結構ね、75% オフとか、80% オフとかね、安いゲームもあるので、一度覗いてみてください。ユーロチャンネル。はい、では無料ゲームをいくつか紹介したいと思います。まず、エボルベーションかな?エボルベーションでいいのかな?はい、そういうこう、スペースものですね。宇宙、宇宙船に乗って、バカバカ撃って、敵を倒していく。はい、これは、シングルプレイというよりもマルチプレイモード専用ですね。なので対戦もできますし、コープもあるのかな?コープはないのかなっていう感じですが。で、自分もこれダウンロードしてやってみたんですけど、なんかもっさりしてるというか、いまいちこう、グラフィックのクオリティもないですし、っていう感じで。まあ、自分はあんまりスペースもののその 3D シューティングってやらないので、っていうのもあるかもしれませんが、はい。今無料で来ていて、で、同時接続数もね、はい、今日の最大8192がついているので、マッチングはスムーズだと思います。なので、無料期間中にでも、はい、かそる前にプレイして、見られることをお勧めしたいと思います。なんかね、
ユーザーと揉めたんですよね、これ。このゲーム。で、ユーザーと揉めて、なんか、詫び無料みたいな感じなんですね。なんか、そんなことで記事に書いてあったような気がします。詫び無料にするっていうね。はい。なんで、これ期間限定だと思うんで、はい。ゲームプレイ、ここがゲームをプレイになってるうちは、無料なので、はい、プレイしてみてください。で、これ前回も紹介したかもしれませんが、ハイパードライブ、マッサー、あ、ちょっとすいません。読み方わかりません。あんまりね、不確実な読み方したらまた突っ込まれるんで。はい。こういう、これはシューティングですね。3D シューティングになるんですかね。はい。これも今、ゲームをプレイということで、無料できています。で、エボルベーションもこのゲームも登録したらあとは自由にダウンロードして、無料で楽しめるんで、とりあえずここのボタンを押して、はい、登録だけを しておくと、はい、まあゲーム数が増えるだけですけど、はい、いいかなと思います。はい、で、あと外部サイトですけど、ファナティカルで、はい、2K ゲームスの、パブリッシャー、セールが来てますね。はい。まあまあ、ボーダーランズとか、シビライゼーション、マフィアなんかが有名だと思うんですけど、割と結構安いですね。はい。例えば、シビライゼーションなんかも 72% オフで買えますしね。はい。マフィア3も 70% オフで買えますし。で、これ気をつけていただきたいのが、まあ以前にも言いましたけど、ファナティカルのゲームを買うときにここですね。はい、カートのボタンの下のところ、アクティベイテッドインジャパンがチェックが入っているのは、日本からも、有効にできますけど、でもこれがついてない場合は、確か買えなかったか、キーが有効にならないと思います、日本からは。はい、だから、おまくにと考えていただいて結構ですので、まあ、ほとんどね、日本、まあ、このチェックがついてるんですけどね。はい。そういうことも覚えて購入してみてください。で、あと、ハンブルバンドルの方なんですけど、ハンブルマンスリー、いいのが来たんですよ。はい。ハローナイト、ヒットマン、これは、2が出ますけど、今のところ最新のヒットマンですね。で、セブンデイズトゥーダイ。しかも、すいません、ヒットマンは、ダウンロードコンテンツとして、箱庭的なマップを6つかな、ダウンロードコンテンツとして、販売した上で、まあ、それぞれ一つ一つ、世界を楽しんでいく。まあ、北海道なんかも舞台にあるんですけど、はい。今自分も、アブソリューションプレイして、で、あ、面白いなと思って、積みゲー消化したんですけど、ヒットマンこれ来てるったんで、はい、喜んで、はい、1200円出してこの3つをゲットしましたけど、で、この3つだけじゃなくて、後でアンロックされるゲームもあって、はい。過去にはこんな作品がアンロックされてますよということで見ることができるんですね。はい。なんで、はい。もうこの時点で9900円相当のゲームが1200円ですし、あとまた、11月に明らかになる4つのゲーム、これを含めると、かなりお得です。15000円分だったかなのゲームが1200円なので。はい。ハンブルマンスリー。概要欄にリンク貼り付けておきますので、後で覗いてみてください。はい、ここからですね、ネイバーまとめでまとめた、Steam 最新情報をお伝えしたいと思います。はい、今週1週間ですね、6日から12日までです。はい、まずですね、はい、Steam 版レフトアライブが3月6日に延期されました。はい、これはなんでかというと、はい、レフトアライブが海外向けに3月6日なんですよね。で、発売することも告知しているので、Steam 版の延期は海外版発売に合わせた形と。で、PlayStation 4かな、コンシューマー向け自体は、2019年2月28日。なので、1週間、あれかな、遅くなるのかなっていう感じですね。はい。まあ、これもね、フロントミッションのスタッフが届ける、はい。アポカリプス的な世界観になるんですかね。の、3D シューターのゲームなので、はい、楽しみにしたいと思います。
Steam 版レフトアライブが3月6日に延期されたというニュースでした。はい、続いてですが、助けてタコさんが10月30日に配信が決定したというニュースで、うわぁ、なんかゲームボーイっぽいですね。はい、2018年10月30日より助けてタコさんが発売されると。で、これはフランス生まれの個人開発者が手掛ける 2D アクション。本作はゲームボーイ時代へのトリビュートであると開発者が公言するように。ああ、そうなんだ。懐かしいビジュアルはサウンド、スプライトなどゲームボーイ時代のタイトルへのリスペクトに溢れている。確かにパッと見もそうですもんね。はい、クラシックな探索型の横スクロールアクションゲームとなっており、敵を倒して謎を解きつつ強大なボスを倒す。道中には50もの帽子が落ちており、これを入手し装備することで特殊な能力が使用可能。ワールドは6用意されており、16のダンジョンがプレイヤーを待ち受ける。サブクエストやミニゲームなど、寄り道要素も添えられているとのこと。グラフィックだけでなく音楽のゲームボーイカーはもちろんゲームボーイカラー風の色合いにすることも可能と。あ、今のですね。なるほど。まあ、ゲームボーイの初期の頃はもうこんなカラーはなかったですけどね。後期はカラーをね、ゲームボーイカラーっていうのが出たのかな。で、こうやってカラー版、まあ、カラー版といっても、はい、そんなにこう多色じゃないですけど、はい、こういうね、あの昔の作品をリスペクトしたゲームってやっぱ個人開発で、出てますよね。やっぱり思うんでしょうね、自分がプレイ、幼い時にプレイしてっていうか、まあ学生とか幼い時にプレイしたものを自分が作れるという立場になった時に再現したいと思うようになるんですよね。そういう作品って結構出てますよね。 2D.a なんかで調べるとそういう作品に溢れてると思うんですけど、 Steam でも。はい、これも、まあ、ゲームボーイをリスペクトしている作品ですね。はい、助けてタコさんが10月30日に配信が決定したというニュースでした。続いては、自分が、週刊七武通信で取り上げた、パピアーズプリーズかな、ペーパーズでいいのかな、わからないですけど、10月19日に発売日が決定したというニュースです。本作の鍵を握るのはドクロの時計。時計に触ることでプレイヤーはタイムスリップし、公開中の頃のこの船内を調査することができると。幾度もタイムスリップし、商船に隠された謎を解いていく。あ、今これ、時、遡らせてますけど。はい、Steam のストアの表記では日本語が確認できることから、日本語に対応して発売されることになりそうだと。ということで、こういうね、一風変わったアドベンチャーゲーム。まあ、ライフイズストレンジみたいね。時を、そのリアルタイムで遡って、ちょっと前に遡って、っていうのはありますよね。例えば、最近出た、あれ、なんだったかな。プレイアブルキャラクターを操作するのではなくて、時間だけを巻き戻して、3D 世界を、探索する、まあ、パズルを解いていくって、あれ、なんていうかちょっと忘れましたけど、まあ、出しときますね。後で調べて。はい。そういうゲームとかありましたけど、こうやって本当にもう過去に遡って、その船内で起きたっていうのは、なかなか面白い設定だなと思って。で、さっきのゲームボーイじゃないですけど、ね、この一色、この、ね、グラフィックですよ。はい。カラーをあえて使わず、このなんか、独特の、新聞に載せられた絵みたいなね、そういう感じですけども、はい、独特の世界観、アドベンチャーゲームじゃないかなと思います。はい、このゲーム10月19日楽しみにしたいと思います。はい、続いてですが、コナンアキレスの、アップデートの34っていうのが配信されて、割と大きなアップデートで、話題になってますね。はい、コナンアキレスのに新たなペットシステムを含むアップデート34が適用されたと。合わせて新たなダウンロードコンテンツ、ザ・サベージ、フロンティアかな、パックも発売を開始したということで、このダウンロードコンテンツはもう全部入りで含まれているということですね。はい、で、そのアップデートの内容ですけども、卵からも飼育が可能な新ペットシステム、そして新たなレシピを含む新宗教の追加、強攻撃に新たなコンボを追加、
新たな矢のタイプを追加ということで、はい、アプデが来てますね。はい、これはさっき紹介したハンブルマンスリーの9月だったか10月だったかの時に来てたんですね。なんで結構安くで手に入れた人もいるんじゃないでしょうか。今ね 50% オフの2100円で来てますけど、さっき言ったようにハンブルマンスリー自体が1200円のサービスなので、もうそれだけで半分ぐらいで、約半分ぐらいで購入することができると。もちろんこのコナンアキレスだけじゃなくて、ハンブルマンスリー他のねゲームもありますから、割とお買い得な感じで購入した人も多いんじゃないでしょうかね。その、コナンアキレスが、まあ、アップデートが来たということで、はい、久しぶりにプレイする人もいるんじゃないでしょうか。でね、Steam では自分が持っているゲームのアップデートであれば、最初の紹介ページのところに来るんですよね。例えば今自分の場合ですと見ていくと、あなたのリスカバリー級あります、でカテゴリー別の閲覧あります、キュレーターのおすすめあります、ここですね、最近のアップデートということで自分が持っているものを、閲覧することができるんですね。はい、こんな感じで自分が持ってるゲームソフトのアプデ情報とかを見ることができるんですね。なので、まあ、コナンアキレスは自分持ってないので、ないですけど、ここには。でも、自分が持ってるゲーム久しぶりにプレイしようかな。あ、アプデが来ているのか。じゃあ、なおさらプレイしようかなっていう感じで、そのアプデを楽しむこともできると思うんですね。まあ、そのために、この Steam のトップページに来てるんで、そういう感じで、このトップページを利用するっていうことも一つ、方法としてありじゃないかなと思うんで、ぜひこの最近のアップデートタブも活用してみてください。はい、こっからですね、ユーロの好きなゲームの続報ということで、はい、ダイダロス、はい、神宮寺新章と、ジャストコーズ4なんかを見ていきたいと思います。はい、まず最初ですね、ダイダロスなんですが、はい、ダイダロスアウェイクニングオブゴールデン、はい、正式名言っておきましょう。はい、これは、Steam に、まあ、神宮寺三郎シリーズが、初めて来るということで、自分が結構取り上げているゲームなんですけど、はい、新たなトレーラーが公開されたんですけど、まあ、ゲームパートでは主人公の思考を視覚的に終える思考の樹システムをはじめ、プレイヤーが会話や探索の視点を状況に応じて、変えることで対象から情報を引き出せるスタンスチェンジシステム、周囲360度を見渡せる探索システムなど、物語の没入感を意識した、これですね、はい、これが思考の樹システムですけど、はい、新システムが採用されていると。で、何より最新作ではシリーズごとに年齢と経験を重ねてきた主人公の過去を描くということで、プレイヤーは30年にわたって、形成されてきた、探偵像神宮寺三郎の原点となる始まりの物語を、体験することになる。従来のシリーズはもちろん、今回は PC 向けにも Steam で発売されるということもあり、次回の続報と新章の幕開けに期待したいということで、あ、自分としてはね、その続報としてね、過去作も入れてほしいなと思うんですけどね。結構ね、プレステ4版とかでは、新作が出るたびに過去作を遊べますよっていうことでついてるんですよね。で、今回 Steam が、初めて神宮寺三郎が来るということで、Steam 向けになんかダウンロードコンテンツであるとかね、過去作もプレイできるようにしてほしいなと。まじでこれは夢の終わりの前日談なんで、少なくとも夢の終わりは、PC に最適化して入れてほしいなっていう、神宮寺ファンからの熱いメッセージなんですけど、はい、過去作何でもいいんで、まあ何でもいいっていう言い方は雑ですけど、はい、新たな Steam ファンに、Steam ゲーマーファンに向けて、なんかこう過去作をリリースしてほしいなという気はしますがね。はい、続報に期待したいと思います。はい、で、あと、ジャストコーズ4もトレーラーが結構継続的に来ていて、このリコのね、敵が明らかになったんですよね。はい、V
ブラックハンドという敵なんですけど、ガブリエラ・モラレスという、これ女性指揮官なんですけど、世界最強の民間軍事組織と、今回のトレーラーではリコにとって最大の敵となるガブリエラを紹介していると。で、トレーラーは主人公のリコ・ロドリゲスと敵対するガブリエラ・モラレスというキャラクターを紹介するもので、彼女は世界最強の民間軍事組織ブラックハンドを率いていて、これまでのトレーラーは本作のゲームプレイを紹介するものだったが、ストーリーにも期待が高まる内容と。でね、まあ、ジャストコーズ3の、ストーリーも、まあ、割と練られてたんですが、行動がね、一緒だったんですよね。まあ、ヒットまで例えていいのかわからないですけど、アブリソリューションとかね、物語を進めていく中での、まあ、ステルスじゃないですか。これもそうなんですよね。3も、物語を進めていく中でのもう決まった、割とこうやったら正解ですよっていうのが決まったストーリー展開だったんですけど、でもそれも一つのゲームの形としてありだと思うんですよね。そのストーリーが良ければその没入感を得てそのゲームをするっていう上で大事だと思いますし、もちろんもうジャストコーズは最初からもうオープンワールドの世界を徘徊することができるんですね。だからそういう意味ではかなり自由度の高いオープンワールドゲームなんですけど、でもこれまで単調になりがちだったんですよね。そのストーリーの部分も、まあ、探索っていうか、まあ、自由度、自分が自由に行動する部分も、まあ、そこを2つとも力が入っているということで、今回は楽しみなんですよね。で、自然災害、天候なんかも変わりますし、こうやって自然とか砂漠地帯、都会、こういう軍事基地みたいなのがあって、割とその世界もジャストコーズ3の場合はなんかこう同じような景色って言ったら悪いですけど、もちろん都市部もあって山岳部もあったんですけど、同じようなこう景色に見えてしまったんですね。だそういう意味では今回ジャストコーズ4でトレーラーを見てる限りは、割とこう全然ストーリーに関係ない部分も楽しめそうだなという感じしますね。はいね、楽しみですけど、ストーリーもね楽しめるということなんで、はい、こいつがあれですね、ブラックハンドを指揮しているガブリエラですね、ガブリエラ・モラレスで、なんかあれなんですよね、あれ誰だったかな、グラップリングフックを開発した人が死んだんですよね、前回。なので新しい人がなんかこうメカニカル的なものを扱うようになってますね。今リコの隣に立ってた女性、多分そうですよね。はい、女の人、なんていう女の人だったかな、もともと敵将軍の側近として働いていて、まあ、それを裏切る形というかバベリウムを扱う科学者だったんですけど、リコのグラップリングフックを開発したりとかしてリコの味方についた女性なんですけど、ディマか、はい、だったんですけど、なんかそういう助手的な人も今登場してましたよね。なんでそれも楽しみなんですよね。割とそういうこう NPC でも、あ、この人ですね、 NPC でもサブキャラ的な、その主人公、準主人公的な位置づけの NPC で大事だと思うんですけど、はい、こういう人の活躍、ひょっとしたらこの助手を操作するっていうこともできるかもしれないんでね、ストーリー展開によっては。はい、楽しみですよね、ジャストコーズ4 楽しみですよねって、自分が楽しみにしてるだけですけど、はい、ただね、このね、ダイダロスとね、ジャストコーズ4買うとなると15,000〜16,000円するんですよね。なんでそこのお金の捻出をどうするか今から考えたいと思いますけど、はいね、熱く語ってしまいましたが、ジャストコーズ4自分は楽しみにしています。まあ、皆さんもね、12月これから年末にかけての推しゲームってあると思うんで、はい、コメント欄でそれらを教えていただければ嬉しいです。はい、ダイダロスと、ジャストコーズ4の続報でした。はい、ここからですね、今週リリースされた主なゲームも、取り上げていきましょう。まず、なんといっても6日、はい、アサシンクリードオデッセイが、出ましたね。もうこれはステルスキルの代名詞と、ステルスキルじゃないな、ステルスゲームの代名詞とされている UBI ソードの超看板タイトルの最新作なので、皆さんも注目していたんじゃないでしょうか。なんかね、なんだったっけ、アテナ像かが出てきて、そこの、はい、これか、
あ、ゼウスか。ゼウスのこのね、一物の部分に乗れるかなんかっていうなんか動画が流行ってるみたいですけどね。はい。アサシンクリードもね、自分過去作持ってるんですけど、なぜか U プレイでね、できないんですね、不具合を起こして。もともと Steam と U プレイのこう互換性っていうのがね、そんなにこう良くないんですよね。アサシンクリードもちょっとやるのが怖いんですけどね、そういう意味では。はい、オリジンズもオデッセイもやりたいんですけどね。ストレスゲーム好きなんでね、自分も。はい。で、オデッセイは、過去最高の同時接続数を更新したみたいですね。で、売れ行きもものすごく好調なので、なんかもうすでに次回作できますよ、的な感じなんですよね。資金が、を得て。それだけ、かなり、評価の高い。で、もう、10月6日に出たばかりなんですけど、ほぼ好評の評価が出てますからね。はい。期待通りの作品だったんでしょうね。はい。オリジンズでだいぶこう世界観が変わって、オープンになって、さらにできること増えましたけど、またオデッセイという言葉が示すように、ワールドワイドになったんですかね。なんで、かなり、またできることが一段と増えてっていう。まあ、割とこう、そうですね。フォーナーじゃないですけど、UBI の、戦闘ってこう独特の操作感があるんですよね。その攻撃を受けて攻撃するみたいな。割と1対1の戦闘も楽しめるような作りになってるんで。はい。これもやりたいオープン RPG の一つですけど。はい。あ、ここに書いてありますね。ピークプレイヤーが、前作比で3割以上のプレイヤー数増となったと。で、Uplay を採用しているため、Uplay のみでユーザー数を考えれば、この数字はさらに上昇すると。まあ、たくさんの人に遊ばれてるっていうことですね。まあ、できれば Steam プラットフォーム単体で Uplay を再生しなくても遊べるようにしてほしいんですけどね、それは、結構 UBI のソフトの日本人のレビューを見ると、書いてあるんですけどね。はい、永遠のテーマかもしれませんが。はい、アサシンクリード、オデッセイが6日に配信されました。そして9日。はい。日本人の開発者が、はい。SF3D アドベンチャーを作ってくれたという感じですが、はい。9日に、はい。プレイズムから、シナリスかな?シネリス、ソムニア。シネリス、シナリストソムニアか、シネリスソムニアか、出ましたね。はい。インディーデベロッパー、ナユタスタディオが、3D ゲームを作りたい。想像した物語や世界をゲームで表現したいという思いから開発した3人称の 3D アドベンチャーゲーム。美しくて、奇妙な不思議な世界観を探索しながら、純粋さや醜さ、喜び、不安など、人の内側にある、これは何て言うんだろうな、なんとか魔女の感情と、儚い物語を楽しむことができると。いうことで、はい、9日、来てますし、で、11日には、カプコンのベルトアクションコレクションもリリースされましたね。はい。天地を喰らう石壁の戦いが初めてね、こういうスチームで遊べるということで、なかなかおもろいなっていう感じしますが、はい。収録作品はファイナルファイト。懐かしいな、ザ・キング・オブ・ドラゴンズ、キャプテン・コマンド・ナイツ・オブ・ザ・ラウンド、天地を喰らう石壁の戦い、パワード・ギア、バトル・サーキットの。で、パワードギアバトルサーキットは初移植ということですね。で、すべてのタイトルがオンライン協力プレイ対応となり、日本版と海外版の2バージョンがプレイできる。さらに、初公開を含むイラストや、秘蔵の開発資料を収録したギャラリーで、当時の貴重な映像が楽しめると。はい。まあ、もうカプコンでベルトアクションといえば、本当もう有名なタイトルいっぱいありますからね。ベルトアクションを得意としている会社といっても過言ではない。そのカプコンがこのように過去作をセットで入れてくれたということで、はい、もうほぼ好評の評価ついてますからね。はい、昨日リリースされたのにもうほぼ好評の評価がつくぐらいのレビューが集まってるってことですからね。はい。で、12日ですが、JJ マックフィールドと追憶と、これもスチームこの最新情報で取り上げてきましたが、で、これ、昨日の夜の段階で、なかったんですよね、ページが。で、今日の12時ですね、深夜0時に、
リリースしますっていうことが告知されていて、多分その0時からいきなりページが来て発売になったっていう感じだと思うんですけど、はい、JJ マクフィールド、ね、四肢を切断して上半身だけで移動したりしないといけないっていうね、こんな可愛い女の子なのにっていう横スクロールのアクションゲームですけど、まあ、横スクロールアクションって言ってもかなり完成されたというか、はい、今時の横スクロールアクションですね。アニメーションをちゃんとプレイアブルキャラクターがする感じで細かい動きが可能な横スクロールアクションですけど、はい、本作は数々の人気作品を生み出し世界的に高い人気を誇るゲームクリエイター、スウェーリーさんかな、スワーリーさんかなが手掛けたアクションアドベンチャーゲーム。美しいビジュアルと広大な自然、アメリカーナな雰囲気の中、スワイズムの象徴ともいえる、作刀した不条理な描写で展開されていきます。他に類を見ない独特の世界観で描かれる苦痛と再生の物語を楽しめるということで、はい、まあ、アークシステムワークスがパブリッシングしてるということで間違いはないと思いますが、はい、ザ・ミッシング、JJ マクフィールドと追憶とも、11日にリリースされました。まあ、こんな感じでね、はい、オデッセイとかベルトアクションコレクション、JJ マクフィールドという、まあ、それぞれ日本でも知られた会社が新作を出しているので、割と今週は遊ぶゲームが多いんじゃないでしょうかね。はい、最新情報は以上です。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。では最後に売上上位を見ていきましょう。最近はどんどん新しいゲームが出ているので売上上位もかなり変動があると思いますが、どうでしょうかね。あ、そうそう、で今あのオーバークック2があれなんですよね、あのウィークエンド無料プレイが来てるのかな、ウィークエンドディールだ、無料プレイにはなってないのか、はい、セールされてますね。これもね、スイッチ版が出ていて、割とこう、任天堂の公式動画で遊ばれてたんですかね。なんかそんな感じで、話題作ですけど。はい、売上上を見ると、あ、またモンハンワールド帰り咲きか。あ、20% が来たからか。なるほど。で、デッドバイデイライトも相変わらず、あ、この秋です。やっぱり上位に来てますね。で、オデッセイが意外とここの位置か。はい。まあ、多分リリース当時は上に来てたと思うんですけど、どうなんでしょうね。日本であんまり、まあ、馴染みがないってわけではないでしょうけどな、サコリだから。はい。あんまりスチームで買ってる人が少ないっていうことなんでしょうか。で、ベルトアクションが来てます。まだ PUBG いるのかよ。しつけえな。しつけえって言ったらあれですけど。はい、あ、FF も今 50% オフで安くなってるので来ていますね。で、セール作品でいくと、さっき紹介したムーンライターであるとか、フロストパンクであるとか、はい、ディス・オブ・マイも来てますし、やっぱり11ビットスタジオズのゲームっていうのが人気あるんですね、日本でも。っていう感じですかね。はい、こんな感じで、売上上位もありました。あ、ドラゴンズ・ドブルも来てますね。はい、ということで、最後になりましたが、このチャンネルでは Steam の単にゲーム実況してるわけではありません。もちろんゲーム実況もしますが、おすすめゲームとかを探す上でですね、まあ今何が流行ってるのかっていうことを知りたいのであれば週刊 Steam 通信を見ていただければいいですし、あるいは、例えばそうですね、2時間でできるゲームであるとか、おすすめ RPG であるとか、2018年の総まとめは期待の新作であるとか、2019年にじゃあどんなゲームが出るのかとか、そういうのも動画に撮ってるんで、割とこう Steam のゲームっていうのを多角的に知ってもらえるかなっていう感じでコンテンツを組んでるんで、ぜひまた遊びに来てください。というわけで、最後どうしましょうか。そうですね、まあ Steam と関係ないですけど、ハンブルマンスリーいいよにしましょうか。はい、ハンブルマンスリーいいよ。はい、そのハンブルマンスリーのまあ、良さを知っていただくという意味で、はい、ハンブルマンスリーいいようにしましょうか。はい、その合言葉を自分の、プレゼント用のツイッターアカウントをフォローしていただいて、その合言葉を入力していただいた方の中から抽選でスチームゲームキーをプレゼントすると。で、土曜日中の明日中の締め切りにして、日曜日以降早い段階で配布したいと思いますので、はい、どしどしご応募ください。ほんとね、マンスリー結構いいので、いいゲームが、ラインナップされてるので、
まあ、1200円っていう価格をどう考えるかっていうこともありますけど、はい。ね。気になった方はぜひ、概要欄のリンク覗いてみてください。はい、というわけで、今宵も、週刊スチーム通信お開きにしたいと思います。また週末ね、スチームゲームを楽しましょう。そう、週末で思い出したけど、今度、キリングフロア2の、マルチの、をみんなでやるんですよね。前回のデッドバイデイライトの、フレンドと一緒にプレイする予定であるので、またキリングフロア2、確かこれ売上上位にも来てたんじゃないかな、キリングフロア2。最近アップデートがあって、はい、あーここか、はい、ぜひ日曜日生放送もご期待ください。ユーロでした。バイバイ。